はい。それ私も聞きました。はい。ちょっとこれ大丈夫なんですかね本当にあの日本中の変態がもう大手を振ってもう街を更新しますよ。本当に。で、すごく私もそれ聞いて一番腹が立ったのは、私の人生を介して。 ま、私はなりたくてなったんですけど、今やっぱりその性同一性障害っていうので、手術をしたりとか、そちらに寄せていかなければ自分の人生を開拓できないっていうので、やらなくてもいい手術をやってる方もたくさんいらっしゃるわけですよね。それが、何だったのって。本当に怒りが湧いてきます。で、もう本当にあの、何が恐ろしいかっていうと、そういう人たちの気持ちも大事だと思うんですけども、そういうものを悪用したい人がどれだけいるかっていうことをね、分かってないのかなっていう。 実際に、もうそういうその、闇の世界とか、なんかその、そういうこう、愛好家の世界とかも、そういう人たちっていうのはもう、なんか、何かあれば、もうね、どういうふうな、悪い、悪いことって言ったらい自分たちの欲望をね、に、あの、任せて、なんかその、 事件、事件にならないように事件を起こしたい。もうそういう人いっぱいいるんですよね。それがこの最高裁でこんなことをやっちゃった日には、もう日本無法事態になっちゃうんじゃないかなって。あのー、事件が起きてからでは遅いとは思うんですけれども、本当にもう、なんか歴史に残るような、もう悲惨な、なんか事件が起きるんじゃないかなと思って、私も今から危惧しております。はい。 いや、ふざけんじゃないよ。ね、あの、とりあえず、あの、こんなおかしな日本にしてはいけません。本当に子供たちに未来を残すんであれば、やっぱりその、法律とモラルっていうものはですね、あの、きっちりと分けて、冷静に、えー、国を作っていってもらいたいな、と思います。